強い当たりも出るんで、こういうのをすればね、率もねかなり上がってくるんじゃないかなと思うんですけどね。さあ、そして1軍に戻ってきました阿部俊樹。今シーズン新加入、活躍期待されましたが、1軍では10試合、打率が1割飛んで7人、ホームランそして打点もなくファーム再挑戦になっていました。初球右中間抜けていきました。2塁から3塁回ってランナーが帰ってくる。バッターランナーも2塁まで行きました。加入後初めてのタイムリーが出ました。阿部俊樹のタイムリー、1点返して6対2。今日1軍最昇格、初球で応えてみせました。川崎さん、これが見たかった姿ですね。そうですね、いや非常にうまいバッティング、いきなり初球を叩いて